ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。坊さんの上級さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。 YouTube もなさっておりまして、ちょっとその下に概要欄に載せておりますので、はい、そちらもぜひご覧を、はい、JQ クエストチャンネルです。お願いします。インドでの旅、そうですね、1万5000キロ、いや、はい、すごいですよ。行ってきましたね。その、31話ぐらいかなになっております、ね、特徴としては自分でこう行き先を決めていくというよりも、はい、あのインドに行くことは決まってるんだけれども、うんうん、その先例えばどの都市に行くかとかは全部 SNS でアンケートでみんなに決めてもらうという、そこでもうまたみんながね聞いたことない土地ばっかり入れてくるでそれに行ってもサブタイトルは行き先はあなたが決める。なるほど、はい、いやめちゃめちゃ面白そうですね。いや僕も面白かったです旅に行くまでの少しですね、あのご経歴の部分からまずお伺いしたいなと、はい、うっすらというかあのずっとどっかで心の中になんかあったんですよ。というのも僕のその本名が高橋清久という名前で、はい、まあ、ジョーという名前が入ってるんですよね、でそれはまあ例えばまあ友達とか 見るとお坊さんみたいな名前だねみたいなことをよく子どもの頃からよく言われていてっていうのも、あの僕の名前はおじいさんがつけたんだけれども実際のところこいつは坊さんにするって言ってつけてる名前なんですよ。あ、そうなんですか、はい、で結構ねあの当たっててというか僕3人兄弟なんですけれども長男は学者にするって言ってつけた名前で今大学の先生やってるんですよ。おすごい、はい、で2番目は、まあ、ちょっと端かい、まあ、端かいっていうのはなんていうのかな、端かいってわかる、あの初めて分かりました。ちょこまかするというか、はあはあはあ、まあ、なので、まあ、実際、まあ、商売人になるって言って商売人になっていて、うんうん、で僕だけお坊さんにするっていうふうに言われてつけられたんだけれどもずっとなってなかったんですよ、うんうん、どっちかっていうとクリエイティブ畑の方に、いや、そうですよね、あの、はい、行っていて、まあ、NHK でいろいろ仕事をしたりとかいろんなことをしていて、なのでどっかで薄く少し心の中で出家みたいなのはちらつきながら、はい、興味はずっとなんかあっていつかできたらいいなくらいに思ってたんです。こうなってみ慣れてというところではあるんですけれども、はい、何か変化みたいなのは固定観念っていうのかな、仏教っていうものがものすごくこう遠いイメージっていうのがあって、あ、出家するタイミングをいただいたのは、うんうん、まあ、僕はその岡山の蒜山の福王寺の、まあ、師匠に出会った時に、まあ、今の思いをぶつけたんですよね、まあ、いつかはあのやっやってみたいんですけどできるもんなんですかって質問したら、はい、すんごいカジュアルにできますよってすごいできますよみたいな、えー、みたいな、いや仏門は開かれてますと、で僕のイメージではお寺の例えば、まあ、あ、お子さんであるとか、あ、息子さんがなるものとか、あるいはすごい、まあ、大学に行ってちゃんと勉強した人がなるべきものっていう勝手に思ってたんですけど、いや仏門はいつでも開かれてますから、あの勉強はそれは仏門に入ってからすればいいんですっていう話をされて、あ、そうなんですねという話からまずあのイメージがガラッと変わって、意外にものすごく近いっていうのが、あの一番大きくイメージがあの変わったポイントですかね。入ってからさらにそう思っ より思ったのは、あ、これはあのもっと知られるべきというか、入ってくぐってみたら、いや、こんなに面白い世界がたくさん広がっていて、うんうんうん、あのいかようにも切り口によって自分になんかこう美味しくいただけるっていうのかな、うんうんうん、いやこれはすごい世界が広がってるぞっていうのを、まあ、勝手に遠くに思ってたのはもったいないと思ってて、うんうん、あともう一個はね、やっぱりあのそう、僕今の僕も多分そうなんだけれども、そのもう仙人っていうか、こう突き詰めるって何かとかっていうよりも、そのもっとあのさっきの話開かれてるから仏門はね、うんうん、はい、あのもっとなんかカジュアルに言ってたら変だけれども、うんうんうん、ポップにというか、あのなんかそう仏門ぐらいは くぐると言ったら変ですけど、あの近づいていって、あのもっといろんなものを勉強したり触ったりしてみてもいいのではないかなっていうのは入ってみてからの感想かな。仏教って一口に言っても本当にいろんな、本当そうなんです、ジャンルの楽しみ方もそうですし、はい、うん、あの知識だけ取ってもいろんなジャンルが本当にそうあるかなと思うので、はい、まさにおっしゃっていただいた通りね、まあ、自分自身が好きなものからまず
ず入ってみるとか、うんうん、身近に感じるところから行ってみるでも本当にそこからどんどん広がっていくような、本当にそうですね、なんか価値観の中でこれは面白かった、教えでも構いませんし、まあ教えというか知識でも構いません、うん、衝撃を受けたやっぱり一見っていうか自分の中でパカッてこう何だろうな、大きい体験をしたことがあって、まあ、僕は出家したばかり、得度したばっかりで、まあ、格好はねこの今朝の格好を してますよ。で、まあ、インドのそのナグプールという町を、まあ、歩いてたというか、まあ、本当に歩いてた感じして、まあ、目の前にその笹井秀麗さんという、まあ、商人について、まあ、案内してもらってたんです、お寺をね。そしたら目の前からおばあさんがテクテクテクってやってきて、はい、で僕の手にこう、まあ、お布施、うん、まあ、うん、寄付をこう握り、もう手を握りしめられて、こう、まあ、グッと持たされたんです、うんうん、で僕は、まあ、さっきまで、さっきというか、まあ、本当この間、ついこの間まで普通の人間っていうか出家したばっかりだし、反射的にいやいやノー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 、僕はだからもうそこそれまでの人間じゃないですっていうふうに思って、いやノーノーノー、そんなもうおこがましいですっていうかいうふうに、まあ、断ろうとしたんだけども、グググッと握らされて、もう本当に幸せそうな顔をされて、本当になんかこう手を合わされたんですね。でその瞬間なんかもう自分の中ではなんだろうな、こうで、そう、そのしかもそのお布施の中に、後で車に乗ってパカッとお布施を開いた中に花びらが入ってたんですよ。でそれの時になんかやっぱり、あ、これはすごい、まず1個はその宗教というのかな、まあ、そのおばあさんなんかもちろん僕の日本の収入より もうとっても少ない多分収入で生活されてる方だと思いますよ。本当にでもその僕に手を渡されて、すっごい幸せそうな顔をされて、それでそそくさと、まあ、どこかに行かれたんだけれど、僕が背負ってるものっていうか、まあ、僕の後ろにある2000何百年の歴史とか、そこに対してこう彼女はお布施を僕に渡されて握らされて、あ、これは僕みたいな、僕でもすらこういう経験っていうか、こんなにすごい宗教体験っていうのかな、これに日本ではまあなかなか、なのでこの体験こそ、まあ日本人っていうのかな、まあ、すればいいし、まあ、もっと言うとお坊さん、日本のお坊さんがすればいいのになっていうふうに思いながら帰ってきて、お布施をくれる時にもうノーノーノーっていうこと言ってること自体が僕の自我なんですよ、これが僕のエゴというのかな、なるほど、もうどうでもいいっていうか、これはもう彼女のその信仰心を邪魔しないようにというのかな、その嬉しそうにお渡しすることをが一番こう いい感じに送り出すことが一番の目的だから、僕の脳の中もどうでもいいと思って、僕はそれで言ったらその携帯電話のアンテナだっていう風に、キャリア の電波ここいるから彼女のそのお布施だったり信仰心だったりを受け取れる、まあ、でどこかに送るっていうか、そういうようなイメージに切り替わったのが一番宗教体験としてっていうのかな、大きかったですね。同年代のお坊さんのお話ししていると、そのお坊さんっていうものに対しての、うん、まあ、誇りであったりとか、はい、どういう場面で持てばいいのかなっていうのに悩むっていう若い僧侶って結構いらっしゃるんですけど、うんうん、そういう体験をするとやっぱりこのお坊さんという身の、まあ、重さというところも感じますし、まあ、同時に誇りも持てるんじゃないかなと、うん、今後展開していく仏教というところで可能性を感じられているところもぜひお話を伺いたいな、うん、これまでそうやっぱり役割っていうのかな、まあ、コネクティングドットだと思っていて、うん、まあ、昔から例えばお坊さんだったわけでもないし、家がお寺だったわけでもない、はい、ないじゃない、なくて、でその代わりといったら変な、例えばエンタメ業界でいろいろやって、なんかいろいろ仕事をしてきてとか、はい、そういういろいろやってきたこの知見で持って仏教に当たっていくと、すんごいいろいろ僕の感覚ですよ、いろいろめちゃくちゃポテンシャル高いんじゃないかなって、そのなんか、まあ、もちろん伝統はめちゃくちゃ大事ですけれども、はい、そうじゃないの、その冒険っていうのかな、チャレンジっていうのも、その伝統っていう幹とか根っこがしっかりがあるがゆえに、すごいチャレンジもできると思うんですよね。ただ今現状としてはやっぱりその仏教界の、まあ、若手も含めてというか、今もういっぱいやることたくさんあるし、守らなきゃいけないことあるし、檀家さんもいらっしゃる中で、
やっぱりそこの部分は守っていただきながら、まあ、僕のようなって言ったら変だけれども、まあ、横から入ったようなあの人間みたいなものがそういう部分をちょっと何かしらこう開拓って言い方はおこがましいかもしれないですけれども、なんかこう祈りとか思いとかっていう部分に対してもっとこうアプローチ、エンタメ業界になさっているので多分日常でネタいろいろ探されて回られてたりとかされてたと思うんで、はい、こういうのはネタになるみたいなのがたくさんあると思うんですけど、はい、仏教には本当にそれがいっぱいあるってこと、うん、なんかやっぱり時代の波に風にこうね、あの怪我されてというか削られて、うんうん、なくなってないものってやっぱり相当強いものがあるので、そこの部分っていうのは現代に置き換えるとこういうことだっていうのは あると思います。確かにそうですね、うん、まあ、その歴史っていうものに対しての価値っていうのは当たり前すぎて忘れそうになってしまうところもありますけど、はい、よく考えたらすごい、ね、まあ、お墓参りも行くしお盆も やるしお葬式もやるし、まあ、クリスマスも行くしとか除夜の鐘ついて初詣も行くじゃないですか、結構もう年中宗教行為やってる、そうですね、やってるけれども大体なんかね、やっぱりそうセレモニーで終わってる感じというか、うん、でもその本質なんだっけっていうところ、ご先祖様はもうそこの本質をずっとやってきたはずなの で、はい、なんかそこの部分をなんかこうもうちょっと深掘りしてみたら面白いことが起こるんじゃないかなという、はい、一個その具体的なプロダクトとして、はい、鳩時計っていうのが作って、今はもうねデッドストックになって、まあ、祈りの IoT とか祈りのインターネットみたいな形で、誰かのことを思うと遠くで鳩が鳴くっていうのは、うん、今言ったようなその伝統を現代にの一つのアプローチの形ではありますね。去年まで京都も、京都は京都でもモマデザインストアにも置いたりと置かせてもらったりとかしておりましたが、はい、いいですよね、まあ、そういった現代の技術を使いながら、そうですね、もともとの形を意識しつつの商品を作っていく、そうです、そうです、なんかそういうものってなんかもっともっといっぱいあるような気がします。僕はこれはインフォメーションテクノロジーって、まあ、情報通信、情報テクノロジー、情報技術からエモーショナルテクノロジー、エモテックっていう風に呼んでます、まあ、感情とか思いとか、まあ、祈りの部分っていうののかけるテクノロジーになってます。いや、ありがとうございます。もう本当に私が、まあ、エモテックまでのテックは自分自身まだできききってはないんですけれども、うんうん、ちょっとでもこういう、まあ、神社仏閣オンラインという名前にしたのも、まあ、新しい技術とかも使いながら、その神社お寺が身近になったらいいなという思いで、新しい技術ありますので、まあ、一つはその最近やってるゲームであったりとか、うん、その辺めっちゃ興味あるそのあたりですね、また私の取り組みというところは、はい、上級さんのチャンネルの方で、はい、そうですね、お話をさせていただこうと思っております。はい、よろしくお願いします。では、改めて本日は貴重なお時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ぜひですね、また上級さんのチャンネルの方でも、私の動画以外の動画も含めてですね、ご覧いただければと思っておりますし、またこのチャンネルを初めて見られたという方はですね、ぜひこういった形でお坊さん、神主さんに取材をさせていただいてますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。またぜひご感想などはコメント欄にお寄せいただければと思っております。それでは本日は改めてありがとうございました、はい、ありがとうございました。